ようこそ皇子様のご友人、ファデュイでのご活躍をお祈りしておりますよ。私たちは凡人であり、氷の女工ではありません。凡人の考えは氷の下にある水、ずっと固く鋭いわけがありません。失礼しました。本題に戻らせていただきます。約束は果たしたと皇子様から伝言を預かっております。約束を果たした？あ、人を探してくるって話か？はい、状況を打破できる人を探すと皇子様は約束しました。ファデュイの執行官は約束を違えません。じゃあどこに行けば会えるんだ？皇子様は瑠璃邸にいます。おお、瑠璃邸か。聞いたことがあるぞ。リーエの料理にはリー祭とユエ祭の2つの祭典があって、数百年も対立してきてるんだ。でリー祭の代表が瑠璃邸なんだ。オーナーはわざと飛雲の丘に店を構えて、ユエ祭を代表する新月剣と正面対決してるって話だぜ。そう言わずに、とにかく美味しいものがあるぞ。早く行こうぜ。こんなに大きな塔を作るつもりなのか。来たね。約束は果たしたよ。君たちを助けられる人、眼神の戦隊が七星によって隠されたという難題を解決してくれる人を見つけた。で、そいつはどこにいるんだ？瑠璃邸にいるのか？ああ、ついてきて。接待を、いや、この国でいう食事会というおもてなしを用意した。
主様、ようこそいらっしゃいました。個室をご用意いたしました。勝利様がお待ちしております。紹介するよ。こちらは家業人で往生堂の角形勝利先生だ。うん、リーウェイで往生堂のような仕事はどうしても家業人との商売を避けられないからね。俺たちファデュイはこういう影の下を歩くお友達と付き合うのが好きなんだよ。影の下を歩く。はじめまして。お前たちがモンドで活躍した噂を耳にしたことがある。家業人、影、人を往生。あ、まさか往生堂っていうのは。そうだ、お前の想像通りだ。ふい、往生堂とは葬儀業者で、人々を安心して極楽浄土へと送り出すためにある。まさか勝利先生が殺し屋かと思ったのかな。ファデュイのお友達の中には確かに殺し屋はたくさんいるけど、往生堂は違うよ。一応家業人だからね、詳細は言えない。とにかく君たちに紹介した理由は。俺ならお前たちに岩王帝君の戦隊に合わせられる。なんだって？驚くことはないよ。天柱園行幸の企みのせいで岩神の戦隊は隠されてしまったけど、まあまずは勝利先生の話を聞こう。岩王帝君は仙人たちの祖だが、仙人の一人だ。リーユへ数千年の歴史を見ていくと、仙人が去っていく傾向は紛れもない事実としてある。なぜなら時代が変わったからだ。絶運の間を訪れた時、そういう変化をお前たちも感じただろう。岩神には様々な尊名がある。契約の神、商業の神、武神、モラクス、岩王帝君。その中に仙人ももちろん含まれている。見ての通り仙人の時代は遠ざかりつつあり、人の時代こそが徐々に現実となりつつあるんだ。昔仙人が去ると盛大な儀式が執り行われていた。それがリーユへの伝統だ。しかし今回の件については、七星までもがその伝統をないがしろにしている。見ていられない。そうだよ、真犯人もまだ捕まってない。神殺し事件、それについて往生堂は気になどしていない。往生堂が気にしているのは、仙人を迎える迎仙儀式が盛大に行われている反面、去った仙人を送る送仙儀式が放置されている。旅人よ、孔子殿からお前のことを聞いた。お前は風神の友人なのだろう。俺と共に岩神を送る儀式の準備をしてくれないか。賢明な判断だ。天柱園行幸、彼女は帝君の戦隊を見ることを禁じた。無事七神を訪ねたいのなら、君にはこの方法しか残ってない。その通りだ。操船儀式に参加することだけが岩神の体に合うことのできる唯一の機会だろう。ああ、納得したのなら俺についてこい。詳細は歩きながら話そう。よし、これで俺の橋渡しとしての役目は終わった。どう？なかなかの結果だろう。さあ、行くなら早くした方がいい。俺のことは気にしないで。ここで崇拝いただいて、ついでに箸の使い方でも練習してるから。
び人、神が去った城をその身で感じた後、リーユエという神のいる地を訪れ、お前はどう感じた？なるほど、お前はそういう種類の旅人か。それも悪くない。しかし神のいる地には3700年の歴史がある。お前はまだ全てを経験したわけではないかもしれない。操船儀式を準備する過程もお前の旅の一部となり、お前の見聞を広めることになるだろう。リーユエは七国で最も繁栄している国であり、神の鎮座や七聖の統治がある。それゆえファデュイの外交手段の多くはリーユエでは通用しない。七聖の一人である行幸は常にファデュイを警戒している。おそらくそれこそ孔子が王城堂の力を借りた理由かもしれないな。操船儀式は孔子にとって何のメリットがあるんだ？それは知らないし知りたくもない。俺にとってファデュイはあくまで資金援助をするだけの存在だ。俺の望みはリーユエの伝統が人々に忘れられないことにある。これは孔子が提供してくれた最初の資金だ。使い切ったら彼に報告してまた資金をもらうといい。さあ行こう。儀式の準備の第一歩は神に釣り合う最高品質のヨドマリ石を見つけ出すことだ。海水港へようこそ。天然石で運試ししてみませんか？安くて面白い。その上人儲けできるかもしれませんよ。天然石？いらないよ。オイラたちは、なんて石だっけ？ヨドマリ石。品質は少なくとも食小級のものが必要だ。食小級のヨドマリ石。観光客ではなかったのですね。失礼しました。すぐにお持ちいたします。こちらはいかがですか？海水港は老舗ですからね。この品質をご覧ください。まさに元王帝君の贈り物ですぞ。安心してお選びください。このヨドマリ石3つとも確かに綺麗だ。貴重なものに間違いないだろうな。でもどう選べばいいんだ？適当に選んで帰るか？俺が決めるのか？いいだろう。俺が決めてよいのなら答えは簡単だ。お、答えは？全部もらうぞ。ありがとうございます。さすがお客様、お目が高い。待て待て店主、今のなし。もう少し話し合うから。おい、儀式に必要なのは一つだけだろ。全部買ったらモラを3倍無駄にするじゃないか。モラ？確かにその問題は考えてなかった。俺のミスだ。はあ、買い物するならモラのことを考えるよな。何事もモラを考えなければならないなら何事もモラに縛られることになる。あ？モラは生まれながらに貨幣だが、貨幣は生まれながらにモラではない。これがお金持ちの世界か。経済学のことはわかるのに
お金を節約することはわからないんだな。動揺することはない。たとえモラに縛られても、制限された状況で問題を解決する方法はある。ヨドマリー氏品質の鑑定は確かに厄介だ。鉱石の品質に関わらず、その状態や色つや内部の模様に大した差は生まれないからな。ヨドマリー氏は器具によって成形された後に、その品質の良し悪しが分かってくる。後になって店主に文句をつけても、お客さんの使った器具が良くなかった、火のコントロールが悪かったなどの理由でごまかされるのがよくある手だ。危なかった。こういうのに騙されやすいんだよな。しかし正しい鑑定方法はちゃんとある。知識があれば目利きは可能だ。人の指を持って月を指し、持って惑い者に示すに、惑い者は指を見て月を見ず。どういう意味だ？指で月を指すと、賢い人は月を指していることを理解するが、そうでない人は指を見て月を見ないという意味だ。模様、外面、これらは指だ。ヨドマリー氏は夜間の照明に使用される奇跡で、輝度の大事さこそが月となる。上質なヨドマリー氏は炎元素と相性がいい。すなわち高温の環境下で強く光り、青い鉱石こそが品質の良いものだ。値千金に匹敵する玉石界隈の秘密をお前たちに教えたんだ。あとは実践してみろ。値千金、この先使う機会がなさそうなのが残念だ。店主、戻ってきたぞ。少し焼いてみたいから石を貸してくれ。焼く？いけませんよお客さん、焼かれたら売り物になりません。それならまあいいでしょう。お客さんの言う通りにします。こうしましょう、3つの石から少しサンプルを削ってお渡しします。今日あったのも何かの縁ですから、それくらいは負けておきますよ。安心してくれ、商売のルールは分かっている。いい功績だと分かったなら損させるようなことはしない。ではこちらがサンプルです。彫刻刀で削りました。番号もつけてあります。薄すぎだろ。紙より薄い、いや虫の羽よりも薄いぞ。ほぼ透明じゃないか。どうもどうも。この石たちはみんなお宝ですから、優しくしてあげませんと。万が一削りすぎたらこちらが大損してしまいますからね。でもこんなに薄いと火で焼いたらすぐ灰になっちゃわないか。商人から利益を奪うことは、空腹の狼に食ったばかりの肉を吐き出せと言ってるのと同じことだ。仕方がない。しかし条件さえ整えば、この白片でも十分問題ないだろう。どんな条件だ？炎で温度を上げながら水元素の力で石を守る。そうすればサンプルが一瞬で灰になることはない。おや、お客さん、そういった知識もお持ちとは助かります。先入観を交えずに論じただけだ。それに必ず買うという約束もせず、こちらはサンプルを要求している。これは実に不公平だ。リーユへの契約は公平こそが基本だからな。じゃああとは実験できる場所を探さないと。あ、思い出した、モントで見たんだ。ダダウパの谷のコウニク族のヒルチャールがすごく大きな鍋を持ってたぞ。丈夫そうだったから、あれなら元素反応に耐えられるはずだ。サンプルを持って早速行ってみようぜ。
風の国に足を運ぶのは久しぶりだ。モンドの友人はリーユエに来るたびにダンディライオン種を持ってきてくれた。牧歌の城の名手はスメールの霊神蛇種よりもうまいと認めざるを得ない。
お帰りなさい。品物は取り置きしてありますよ。どれにいたします？そうそう、オイラもこれだと思った。かしこまりました。お気に召されたようで何よりです。なあ、3番のよどまり石を一箱もらうぞ。かしこまりました。ところで、単なる好奇心ですが、お客さんはどうしてこれほど上質なよどまり石を必要とされているんですか？なあ、別に言っても支障はないから構わん。操船儀式の器具を作るためだ。操船？確かに噂は最近耳にしましたが、深く聞く勇気がなく信じておりませんでした。でもそれはつまり、岩王帝君は本当に、はあ、信じられません。今の海水溝は昔と比べて少し衰えましたが、うちは代々岩王帝君の加護を受けてきたんです。言い伝えによると、200年前に岩王帝君が城南を巡った際、道に迷ったことがあったそうで、その時この海水溝のさじで料理を召し上がったとか。もう過去のことですが、はあ、岩王帝君を送る儀式に使うものでしたら、このよどまり石は半額で構いません。どう、いいのか？今まであんなにケチだったのに。岩王帝君の加護がなければ、今の貿易の都はありませんでした。商人としてそれで儲けを得ようだなんて思えません。くー、天守、その気持ちきっと岩王帝君にも伝わるぞ。リーゆえ七世とたゆまぬ努力を続ける商人たちの協力あれば、きっとリーゆえは今まで通り繁栄し続けることができるだろう。ありがとうございます。どうしたものか、こんなに泣いてたら金運が逃げてしまいますね。選び終わったことだし、よどまり石を持って。どうい、待て、半額にはなったけどただじゃないんだぞ。ああ、すまない、また支払いのことを忘れていた。どれ、うん、ない。何が？モラがない。恥ずかしながらまた手落ちがあった。どうする、結構な額だぞ。そうだ、講師から資金をもらってたよな。足りるか店主に確認してもらおうぜ。十分です。半額ならちょうどこれくらいになります。多少足りてませんが問題ありません。なあ、モラの件が解決したならそれでいい。よどまり石を玉境台に持っていくぞ。あそこで儀式を行う予定だ。1モラも出してないくせによく言うよな。ああ、確かに必要だな。今後は俺も善処する。二人のおかげで助かった。
加護がありますように。ヨドマリ石をここに置いてくれ。すでに宝石の加工を請け負う職人を呼んである。後で儀式に必要な器具を作ってくれるはずだ。そういえば急いでいたからまだ講師に会えてないな。職人への支払いは。そうするしかないな。ところでここが操船儀式の会場になるのか。ああ、この場所を貸してもらい儀式の準備を行っている。そうだ、同じ場所だ。これはリーウェ七世が黙認している。ここであんな大事件が起きたばかりなのに。ああ、そういえばオイラたち容疑者だから戦艦軍には気をつけないと。でも絶雲の間から戻った後戦艦軍に狙われることはなくなった気がする。一体どういうことなんだ。それとここに残っているガンオデイ君の体。伝統的な呼び方を用いれば先祖の亡骸だ。そうだ、その名前だ。勝利は何でも知ってるんだな。それで先祖の亡骸は七星に隠されてるんだよな。まだ犯人は分かってないんだろう。七星は犯人の心当たりがすでにあるようだ。もしくは犯人への手がかりを全て揃えたか。そういうことは玉慶大の偉い奴らに任せておけ。彼らの心配をしてもただ悩みの種を増やすだけだぞ。儀式が行われるまで先祖の亡骸は一時的に黄金屋に保管されている。黄金屋って？リーウェ唯一の造幣局であり、テイワット唯一の造幣局でもある。七国で流通するモラは全てそこで作られているんだ。なんてこれっぽっちも考えてないぞ。ただモラクスがいる場所にふさわしいなと思って。でもなんで勝利はそんなことを知ってるんだ。操船儀式は七星に黙認されている。いわば半ば公式の催しだ。だから俺も内部の事情に一部精通している。それぞれの目的があるのだろう。でもまあこの商業の都ではたまに人に利用されることも受け入れなければならない。契約の神が治めたリーゆえでは契約だけが裏切らない。契約以外のことは俺は特に気にしていない。さあそろそろ儀式に必要な高校の用意に取り掛かろう。高校？どこで手に入るんだ？店で買えるのか。いや、神へ捧げる高校を作るには芸商花が必要だ。その品質も特別なものが必要になる。芸商という名の花はその花弁が上等な繊維素材ゆえ絹織物に多く使用されている。その香りは清らかで上品な美しさがあり、神への貢ぎ物など厳粛な場にふさわしい代物だ。また勝利が上流階級の豆知識タイムに入った。詳細は割愛させてもらおう。まずは俺と共に商人から材料を買いに行くぞ。千人の加護がありますように。
芸商花？もちろんあるよ。どの種類をお探しで？種類？一番品質のいいやつがいいよな。芸商花ってそんなに種類があるのか？何も知らない他国の人間か。そんなことを聞くとは。金翼増強、山の花錦、標標たる千円、この3種類の芸商花をそれぞれ一株見せてもらえないか？おお、お客さん苦労とですな。隣の二人は召使いでしょうか？召使いなら旦那様より先に口出ししない方がいいぞ。ん？あったこと。ああ、旅人さんでしたか。申し訳ない。先ほどは言葉が過ぎましたね。さあさあ、ご覧ください。何か質問がありましたら、ぜひ遠慮なく。ふん。育った環境や交配状況によって、芸商花の特徴は変わるが、店主が用意したものは、どれもいい状態で保存されているな。例えばこの品種。枝が生い茂り、和井が金の屋敷に隠された美人を思わせるこの様。緑の葉が長く育ち、その多くは水の条件が複雑な場所で成長する。そしてこっちだ。山の影や湿気の多いところにある芸商花は花弁が大きく育ち、和井が密集しているため香りが濃くなり、まさに花錦の名にふさわしい。最後の品種は枝も葉も花も密度がかなり低く、花が咲く時の香りも淡いが一番長く持つ。個人が仙人の元を訪れるため山を登った時偶然見つけたものだ。しかし今となっては野生の芸商花の多くはリーユへの地理の変遷により絶滅している。そのため現在は人工栽培の方が多くなっているんだ。はあ、旦那は詳しいですな。私もそこまでは知りませんでした。たしなむ程度だ。こちらの旅人の方が侮れないぞ。いつか大陸を踏破するものになるだろう。褒めすぎだぞ、勝利。それでこの3種類の芸商花のうちどれを選べばいいんだ？店主、全部もらうぞ。芝居を見るときは一番人気の役者を選び、鳥を飼うときは貴重なガビチョウを選ぶ。それが人生というものだろう。だが今回3種類とも飼うのは俺の人生の心情が理由ではない。知らないとは思うが、伝統によると品種の異なる芸商花をそれぞれ高校にし、七天神像の前に捧げることで岩王帝君が気に入ったものを選んでくれるそうだ。こういう古い時代のしきたりや一部複雑すぎる伝統は徐々に簡略化されていったがな。しかしこれは3700年間七神の一座に属してきた神の創選儀式だ。やはり伝統に従い高校を捧げることにしよう。ふん。それで、うん、モラは持っているか？またモラを持ってきてないのかよ、勝利。お客さん、すみませんが一つお聞きしてもよろしいですか？これらの花は岩王帝君に捧げるものなのですか？そうだけど。はあ、それなら早く言ってくださいよ。あの芸仙儀式の後、私も良くない噂をいろいろと聞きました。不吉なことは口にしたくないので割愛させてもらいますが、とにかく岩王帝君のことが心配で、あの噂が真実なのではないかと気が気じゃなかったのです。岩王帝君のためならお金は取れません。私からの気持ちということにさせてください。いいのか？岩王帝君がいなかったら私みたいな一般人の住む場所などなかったのです。過去に岩王帝君が歌を作っていなければこの芸商花だって重宝されることはありませんでした。今まで見聞きしてきたリーユへの風土や人情って
神様が与えてきた恩恵の結果だったんだな。とにかく礼を言う。これで俺たちの憂いは一つ解消した。金を忘れてきた勝利のせいだろう。いえ、ほんの気持ちですよ。花は手に入れたけど、これをどうやって高校にするんだ？できれば高校を作れる職人を探したいが、俺の知り合いにそのような人物はいない。うん、勝利の友達はみんなお金持ちだろうしな。だから都市の中を探してきてもらえないか。普通の家庭の女性であれば作れるかもしれない。そういうことなら、いい香りのする女性を探せばいいんだよな。まあ悪くない仕事だ。七天神像の付近で待っている。高校ができたらそこで合流しよう。冒険者協会に作れる人がいるかもな。嵐姉さんに聞いてみるか。確かリーユエ支部の会長だよな。海藤祭名物しこ魚焼き。汚染されてる。星と深淵。悪いね、もう長いこと依頼は受けていないの。他の冒険者は当たってちょうだい。依頼を出すほどのことじゃないんだ。ちょっとしたことだよ。え？そういうのを使うような人に見える？なんだか小馬鹿にされた気分。でも嵐姉さんから確かにいい匂いがするぞ。高校じゃないなら何の匂いだ？そう言われてみると確かに何か香るわね。あ、もしかしたら戻ってくる時に積んだ精神じゃない？ずっと持ち歩いてるのよ。あー、そっか。嵐姉さんも花を積んだりするんだな。薬に使うからよ。はい、この話は終わり。高校なら姫に聞いてみたら？あの占い師のお姉さんだよな。うん、確かにいい匂いがしてたかも。じゃあ行ってくる。ありがとな。観光へようこそ。あら、何かご用かしら。なあ、ちょっと聞きたいんだけど。高校ね、普段は使わないし
作ろうと思ったこともないわ。化粧品に香りがついてるから、それで誤解させちゃったのかしら。普段は不当の付近でお店を出してるから、芳香なんか使ったら下心ありありの船員どもが寄ってくるかもしれないでしょ。そうか、残念だ。でも高校といったらウグイスの手作り高校を知らないの？ウグイスって春紅葉のあのウグイス？そうよ。彼女の作る高校はお金持ちのお嬢さんたちに人気でね、彼女が作ったものは市販のものよりずっといいって聞いたわ。やった、情報ありがとう。これでまた一歩前進だな。あら、やっと来た？待ちくたびれたわ。え、どうしてオイラたちが来るって分かったんだ？ええ匂いがする人を狙っとる二人組がおるって聞いてな。なかなか来おへんから心配したんよ。ある意味うちの魅力に対する試練やろ。狙っている？なんかオイラたち変質者みたいになってないか？噂が噂を読んでどんどん膨れ上がっとるよ。言葉は気ぃつけて使わんと。でも安心し、効果を作ってほしくて来たんやろ。どんなものがええ？いっぺんに三つも作らなあかんの？若いのに意外と欲張りやね。ま、切羽詰まって言い訳しようとしとん？たとえ神さん相手でもこんな種類いらんやろ。嘘が見え見えやよ。なあ、この伝統は忘れられて長いって勝利が言ってたな。とにかく恋はしたもの勝ちとも言うやない。あんたが間違っとるなんて誰も言わんよ。何言ってるんだ？はいはい、ほな作ります。その代わり助手をお願い。高校を使っとる間はうちだけ見なさいよ。さて、どこで高校を作ればええかしら。あら、バーミンド？ええチョイスやわ。ほな、行きましょか。ウー師匠に言っといたわ。そろそろ始めましょか。責任の準備はできたやろか。あ、女子としての責任やよ。うちが準備しとる間にまずは水汲んできてくれへん？ぼちぼちやね。次は合成台で原生花からオイルを抽出しようか。高校の作り方は錬金術とはだいぶ違うんよ。こんな感じに優しく杵を握って、手のひらをぴったりくっつけた方が滑りにくくなってええよ。あとはあんたの慣れたリズムでやったらええわ。芸生花の水分が、へえ、やっぱ素質あるわ。すぐ理解しはった。
ほんなら材料持って近くの合成台でやってみましょか。3種類とも作るんよ。オイルの段階やと見た目はかなり似とるけど、高校ができたら違う箱に入れたるから。貯金した方がいいだろうか。万民堂の料理を食べにいらっしゃい。うん、芸商花やね。残すは一番肝心な工程よ。さっきの水の中に入れて水分が蒸発するまで弱火で煮るんよ。この時の火加減がほんまに大事よ。強すぎたら香りに影響出てまう。火加減のコントロールに注意してな。これが最後の仕上げやから、芸商花の水分が一滴も残らんようしっかりな。よし、無事に3種類とも高校ができたわ。ええ仕事っぷりやったよ、助手さん。あんたって心の思いのまま努力できる人なんやね。貴重やわ。さて、それぞれの高校について紹介してあげるわ。タイプの子に合わせてプレゼントするんよ。けしからんけど、一応聞いておこう。一つ目はな、甘くて夢にあふれた感じ、若い女の子が好きな香りやね。二つ目は高貴なイメージがあって、お金持ちのお嬢さんが気に入ってくれるはずやわ。最後のは優しい香りやけど長持ち、ほんのりスモーキーさを感じさせる大人の女性に受けがええと思うよ。ちゃんと覚えと、間違ったら大変やよ。やらしい。うちに手伝ってほしいことはこれでおしまいやな。ほんなら最後にある言葉をあんたにプレゼントするわ。三またするんやったら、まずどこから着手すべきかよく考えなさいよ。時間あったらまた春光用においでな。これで3種類の高校が手に入ったし、早く七天神社に行こう。勝利が待ってるぞ。この無意識めだ。貯金した方がいいだろう。待たせすぎたのかな。ああ、来たか。そんなには待ってない。心臓に刻まれた岩王帝君の守衛と比べればほんの一瞬だ。
人と彫像を比べちゃダメだろ。それもそうか。どうだ、高校はできたのか。おう、3つとも高校にしてきたぞ。ご苦労だった。順番に捧げてみよう。一つ目は甘くて夢にあふれた感じ。若い女の子が好きな香りだってウグイスが言ってたな。二つ目は高貴なイメージ。お金持ちのお嬢さんのお気に入りだって。三つ目は優しい香りだけど長持ち、ほんのり、なんとかかんとか大人の女性に受けがいいって。あれ、今のって。あれって大人の女性に受けがいいやつだよな。まさか漢王帝君って本当はお姉さん？そうかもしれないな。漢王帝君の化身は数多く存在する。その中の一つかもしれない。巨大な竜の姿しか見たことなくて残念だな。それにリーユエ七世が早く真犯人を捕まえてくれるといいんだけど。それは偉い奴らに任せておこう。俺たちは岩王帝君へ送る品の準備に集中するんだ。これでまた一つ準備が終わったな。次は何だ？次は俺の代わりに先人の鈴を借りてきてほしい。先人の鈴？先人の鈴を保管しているのは俺の友人でピンバーヤという人だ。彼女は玉境台周辺にいる。誰かに聞けばわかるはずだ。おお、でも勝利は一緒に行かないのか？ああ、ちょっと事情があってな。代わりに頼む。なんだか勝利の様子が少し変だな。諸行無常、諸行無常。おや、若者や、花見でもしに来たのかい？残念じゃが、このルリユリはもう散ってしまったよ。この花、どうして散っちゃったんだ？バーヤが若い頃、このルリユリは人の感情がわかると言われておった。例えば笑い声や歌声、楽しそうな声を聞くと花も喜んで綺麗に咲くんじゃよ。
逆に良くないこと。例えばでたらめな噂話なんぞを聞くとすぐに枯れてしまう。じゃあこの花たちは今リーユエコーの現状を感じ取ってるんだな。そうじゃ、元王帝君が死んだなんて噂はただごとじゃない。いろんな噂が流れとるよ。ファデュイの陰謀だの、海にいるあれが暴れたからだの、七星の自作自演だというものもおる。この港はまるでマッチの山みたいじゃ。小さな火がついただけでそれが一気に燃え広がる。ああ、この話はここまで。ばあやは年寄りじゃから小言を言うのが癖でな。ああ、あれか。覚えとるよ。確かに持っとるが、どこにやったか。あの鈴はばあやが若い頃にある友達が持っていたものなんじゃ。その鈴をじっと見つめていたら彼がばあやにくれたんじゃよ。あの時彼は言っておった。今後誰かがこの鈴を借りに来たら必ず渡してほしいと。過去にこの鈴が借りられることは何度もあったのじゃが、いつの間にか鈴を借りに来る人はいなくなっておった。ふう、ばあやの老いた体じゃ探すのに一度時間がかかりそうじゃ。少し待っててくれるかね。そうだよおばあちゃん、家まで送るから探すのはオイラたちに任せてくれよな。ついでに部屋の片付けもしてやるからさ。子供たちや、鈴ならすぐ近くに保管してあるから心配無用じゃよ。ん？おばあちゃん家ってこの近くにあるのか？どう？ここって極境台だぞ。お金持ちなんだな。ばあやじゃ城内に屋敷なぞ買えんよ。この壺を見ておくれ。ばあやの荷物は全部ここに入っておる。荷物が全部？失礼だぞ。そうだとしてもきっと貴重な鈴なんだ。おばあちゃん、そうだよな。とにかく鈴はこの壺の中にある。鈴が欲しいなら中を覗いてみるとよい。変わったおばあちゃんだな。荷物が全部。荷物を入れてる壺じゃ。鈴を探しにお行き。うわぁ、おばあちゃんの声だ。ここってまさかおばあちゃんの壺の中？どういうことだ？掃除しないと蜘蛛の巣だらけでいかんの。子供たちや、ばあやの代わりに掃除してくれんか。はっ、へっちゃー、はっ、
に去れ。これでよし。
若者は体がよく動いていいの。こんなにすぐ見つかるとは。仙人。その二文字を他人から言われたのは久方ぶりじゃ。ばあやが仙人かどうかはもう分かっとるじゃろ。もう分かったような分からないような。でもおばあちゃん、この鈴持って行っていいのか。変だと思わない？岩王帝君にあんなことがあったばかりなのに鈴を取りに来るなんて。おかしな子じゃ。今までこのリーウェ校からどれだけの仙人が去り、その度にどんな波風が立ったか知らないじゃろう。しかしそのどれもがしきたりに従って操船儀式を行ってきた。ならば今回も行うというのが筋じゃ。犯人探しばかりして操船儀式をおろそかにするなぞ本末転倒。今この時鈴を借りに来た者が現れたのは、きっと旧友の誰かが耐えきれなくなって立ち上がったからじゃろう。だからばあやは鈴を渡す。当然じゃ。返さない？仮にそうなったらばあやが直接行って返してもらうさ。ずいぶんとご無沙汰しとるし、お茶でもしながら世間話するのもよいじゃろう。さあ、鈴は渡したし、おゆき。それと、あなたたちにお使いを頼んだ人に伝言を頼みたい。時間があったらお茶をしに来てほしい。ばあやの持ち物は少ないが、急須くらいは持っておる。うん、伝えておく。ありがとな。安全に気をつけてくれよ。ああ、確かに先人の鈴だ。うん、いい状態だな。一緒に高校も置いておこう。仙人。うん、怪しいぞ。でも言いたくないなら今は聞かないでおいてやる。そうだ、おばあちゃんから伝言を預かってるんだ。時間があったらお茶をしに来てほしい。ばあやの持ち物は少ないが急須くらいは持っておる。その口調似合わないな。しかし彼女の急須は確かにいいものだ。うまい茶が飲める。時間があったらいい茶葉を持って彼女に会いに行こう。それで儀式にはあと何が必要なんだ？ああ、次はタコを買いに行くぞ。タコ？一緒に遊んでくれるのか？まさか違う。タコは子供のおもちゃだが、リーウェの儀式においては他にも象徴的な意味合いを持つ。詳しくは後で説明する。まずはタコを手に入れよう。うん、よくわからないけどわかった。